駅便が降りてきました。大阪便ですね、うん、大阪の2便目ですね。1便目は離陸しちゃったので、はい、ね、はい、じゃあ失礼します。はい、足でこの中心線をずっとキープしておくんですね。19ノットがあのローテーション速度です。ローテーションでしょ、だいたい向こうが見えるぐらいの姿勢で起き上がってます。中心線がずっと見えてますね。1000フィートまで上がります。 H22 フォーメーション、ハンター H22 フォーメーションを閉まれるよ。 Go ahead。 ハンター A5、 速度はこれね、だいたい60、70ノットぐらいで上がります。H400 フィートでこのフラップを上げます。もうちょいですね。また H22 フォーメーションラジャー、トラフィックノットリポーティータラウンド、フォーディアマン、ケネック2790、ランディングライトオフ。ビフォーランディング。パーを少し進めてみます。それで、アフターテイクオフチェックがコンプリートします。レベルオフしながら、左に旋回します。マニホールドプレッシャーね、だいたい20インチぐらい、だいたい速度100ノットぐらいで飛びます。手が弱いですので、だいたい方向としては280度。福島に今ダウンウィンド入ったことを伝えますね。だいたい滑走路との幅が 1.3 マイルぐらいでしょうかね。アブクマ川ね、こう蛇行していかないと。これがずっと流れていって仙台まで行くんですね。長い川なんですよ。僕はね、あの山が那須岳ですね、はい、その右側は矢吹ですね。でその先に白川がありますね、はい、あちょうど玉川のインターチェンジですね。帝京大学にはヘリパイロットコースがあります。このコースがあるのは帝京大学だけです。大空が待っています。あなたの夢を叶えましょう。